竹原春仙が絵本百物語より、旧ネズミ旧ネズミは、日本の妖怪の一つで、ネズミが歳月を経て妖怪となったもの。絵本百物語、沖縄さなどの江戸時代の古書や、民間伝承にあるもので、猫すらも食べるもの、子猫を育てるもの、人間に害をなすものなどがいたとされる。江戸時代の祈願集、絵本百物語によれば、文明年間、でワ国のある家の旧舎に、 旧ネズミが住み着き、母屋にいるメス猫と仲良く遊んでいた。やがてメス猫は5匹の子猫を産んだが、後に毒を食って死んでしまう。親なしとなった子猫たちに対して、旧ネズミは、夜な夜なそのもとへやってきて、これらの世話をし、猫たちが無事に育った後にどこかへと姿を消した。あまりに奇異な話のため、ある者がこれを、徘徊師の松尾芭蕉に教えたところ、芭蕉は、これと逆に、 猫がネズミを育てたこともあると答えたという。このネズミは、人間とちぎり、千年の歳月を経て退職が白く、染まったネズミだという説もあり、絵本百物語中でも、中国の北宋時代の類書、太平洋期からの引用として、旧ネズミ、人の娘とちぎりたりとの期待が述べられている。また、同社の差し絵中にある文章によれば、山和国にいた旧ネズミは、その毛色が、 赤白黒の三毛のもので、いつも猫を食べていたという。挿絵には、中型犬ほどの大ネズミと、数匹の猫が描かれているが、ネズミが猫を育てている様子、ネズミが猫を食べようとしている様子のどちらにも解釈でき、どちらを描いたものかは判明していない。江戸中期の随筆、沖縄草にも、以下のよう、旧ネズミの名がある。法暦初期の中京での話。 毎晩のようにドンの火が消える家があり、原因を調べたところ、夜中に、旧ネズミが現れて、ドンの油を舐め取っていた。そこでこの旧ネズミを退治すべく、猫を用意して、夜を待ち、その夜、旧ネズミが現れると、猫は、旧ネズミを威嚇して飛びかかった。しかし旧ネズミは猫に捕まるどころか、猫の喉に噛みついて殺し、まんまと逃げ去ってしまった。家の者は大いに驚き、 改めてあちこちを回ってネズミ退治のうまい猫を探し当て、再び旧ネズミに挑む。夜が来て、再び旧ネズミと猫の対決となった。長い睨み合いの末、たまりかねた、旧ネズミは動いて、猫と争ったが、またもや猫を噛み殺して逃げ去った。こうして、人々は、急速客で猫を噛むのことわざを目にしたとのことである。旧ネズミとの語呂合わせとの説もある。 香川県の民間伝承によれば、吉野川のほとりで漁師が殺そうとしていた猫を寺の住職が助けたところ、猫は寺に住み着いて3年後に猫股となり、寺の本堂に7巻もの旧ネズミが住み着いていて、寺の人々を食い殺そうと狙っていることを住職に教え、他の猫と協力して死に物狂いの戦いの末に旧ネズミを退治したという、国書観光会、絵本百物語、 桃山神社は似て、類話とされているものに、江戸時代の随筆集、三州祈願に収められた大ネズミ、あやかしネズミの祈願があり、同書では以下のように述べられている。越中国の五社村と同名村の間に古墳が多くある墓地があり、そこにあやかしネズミが住み着いて、周囲の動物たちを取り殺していた。1778年、五社村の伊兵という合力の、 若者が夜更けに、そこを通りかかったところ、路傍の塚が突然崩れて、何者かが飛びついてきた。伊兵はそのものを掴んでに、三軒投げ飛ばしたが、相手は宙返りして噛みついてきた。伊兵は蹴り飛ばしたが、なおも相手は飛びつき、体中に噛みついた。怒り浸透の伊兵がそのものを捕らえて力任せに、締め上げると、ついに相手は血を吐いて死んだ。それは、体調二尺。 尾が200ほどある大ネズミだったという小説九祖猫神、ありがとうございます。